今ここに3つほど鉢があるんですけど、全部同じもので、アドロミツクスのハリーアビオスマウンテンですね。で、まあなんで3つあるかっていうと、なんかこのハリーアビオスマウンテンっていうのはすごい、高いって言いますかね。だいたい葉っぱ1枚1万円ぐらいの相場ですかね。まあですから、結構みんな 欲しがってるようで、まあ自分がこの今3つあるっていうのは必要だから買ったっていうだけで、まあ別に高い安いとかそういう関係なく、メリクロンするあるいは交配する人間にとっては値段はどうでもいいんですね。まあ、ある程度その需要があるもんであれば増やせばいいっていうことで、ただアドロミスクスっていうのはですね、自分はまだよくわからなくて、まあとりあえずこっち側にある、まあこれ全部アドロのフィリですけど、これですね、これは瓶にも入ってるんですね。で、それ以外のはまだ入ってません。で、まあどのぐらいのスピードでこう成長するかっていうのが、まあ、全然わかんないから、まあ、とりあえずはいろいろこう成長の変化を見るっていうことで、いろんな植え方をしてですね、いろんなその水の管理、肥料の違いなんかをこう通して、まあ、どういう変化があるかっていう、その変化の様子を 見てるんですけど、まあ、結論から言うと結構水が好きですね。まあ、他の人の栽培は私は分かりませんけど、参考にもしませんし、瓶の中で自分は成長させようってしてるしあのさせようとしてるわけですから、他の人のやり方がいいかどうかっていうのは、問題外で、まあ、要するにどのぐらいのスピードでですね、ある程度 温度条件が良くて、水のくれ方、その肥料のくれ方、あるいは用土、まあ用土は乾き具合ですね。まあそういうのをいろいろやってみて、まあ結論から言うとですね、乾きやすい用土にしてます。だいたいこの今いる部屋が、今夜中ですけどストーブつけてるんで、こう袖をまくってるぐらいにあったかいんですね。で、まあ27、8度になってます。で、昼間はストーブ消しますけど、昼間のその太陽の熱でやっぱり24、5度ぐらいにはなるんですね。まあ、ですからこの用土はだいたい2日ぐらいでこう持った時の重さが半分ぐらいに水分が蒸発しちゃうんで、まあそれで水をくれるんですけど、今これですね、この鉢だとここに赤く小さくこう見えるこれですね、やっと葉っぱが出てきました。まあ、大きい割には根のこの活着の状態が良くなかったんですね。まあ、だから3ヶ月ぐらい芽が出ませんでしたけど、やっとこのように出てきてですね、これが一番、まあ、機嫌がいいって言いますか、新しい葉っぱが出ることにとったんですけど、これが一番最後に出てきた葉っぱですね。だから、うちに来てから、これ4枚葉っぱが出たんですけど、ここの部分ですね。まあ、こっちは葉っぱが小さいですけど、でかい小さいっていうことよりもですね、まあ、成長の様子の観察、それからおそらくこういう大きいやつは、うまくすれば夏あたりに花がつくんじゃないかなっていう、そういう考え方ですね。それからこれはですね、小さい葉がここに、これですね、これ出まして、今度こっちがですね、こっち、この葉っぱですね、この葉っぱの付け根のところの茎のところにですね、プツンと小さなとんがりが出てきてるんですね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、まあ、こういう小さいのはですね、タイミングが良ければ、
瓶の中に入れちゃおうっていう苗なんで。大きくしようとかっていうんじゃなくて、まあ入れやすいタイミングを見計らってるっていうところなんですね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ね、まあそれなんで、他の人と同じようなやり方だと、まあ多肉植物はあまり水くれなくていいみたいな考え方だとどうかなと思って、じゃあ水をくれたらどうなんかっていう違いですね。まあ自分の場合は瓶の中で苗を育てるわけですから、常に、水分栄養分がある状態で、温度一定光が一定っていう、まあそういう条件の中でですね、どんだけ早く瓶の中の苗が成長するか、あるいは瓶に種をまいてどんだけ多く成長するか、まあその違いを見たいってことですね。で、まあなんでこのアドラにこだわるかっていうと、まあ多肉が本当に楽しいかどうかなんてまだ全然わかりません。わかんないんですけど、まあどうせやるんだったらば他の人と同じようなことやってもしょうがないんで、まあそれでですね、自分はこういう、まあエケベリア、アドロメスクスですね。ハガネさんの話だと、まあ4種類風鈴があるっていうことで、4種類のうちの、3つは手に入りました。で、ハガネさんが4種類って言ったんですけど、これはハイブリッドでできたっていうタイプなんで、まあ新しいんでしょうね。これはもう瓶に入れました。で、まあ風鈴も少ないっていうことと、それから、まあ、アドロミスクス、ここのところにあるのは全部アドロなんですけど、ここですね。これは別に欲しくって買ったとかそういうじゃないんです。成長の様子を見たいだけなんです。で、これも全部水耕にしてあります。で、今楽しみにしてるのはですね、この赤のスポットのやつと、こっちですね、この黒っぽい、まあこの模様を見てると均等に入ってないからトランスポゾンみたいな、そういうものなのかなっていうのが一つと、もう一つはこの間クーペリー撮りましたけど、この縁のところが少し赤みがかってっていう動画撮りましたけど、まあこういう赤のガラス葉の色素をですね、交配で入れてやって風鈴にすると、まあピンクっぽいような風ができるわけですけど、まあそういう交配をしていくためにこの2つは、面白そうだと思って育ててるんですけど、まあ一発でこういう赤が出るとは思ってません。まあ F2 であれば入るだろうとは思うんですけどね。でさらにはですね、これですね、大金賞ですね。これもアドロミスクスで、こんだけでかいんですね。この大きさで風鈴作りたいんです。まあそれなんで、どうせだったらいろんなタイプの風鈴、いろんな葉っぱの形状っていうことで、少しこうアドロミスクスをですね、育ててみてどんな成長するか、まあそういうのを今観察してるんです。だからその多肉植物が面白いとかじゃなくて、まあ一つのこういう植物として見た時のこの成長とか変化だとか、まあそういうのが楽しみ、あるいはまあいろんな用途で植えたりして成長の様子を見る実験みたいな、まあ理科の実験みたいなね、そういうのが好きだっていうだけで、多肉が好きかどうかはまだ分かんないですね。ただまあ他の人がそういうことをやらないだろうと、仮にやったとしても瓶に巻くって人はほとんど、まあ、いないわけですから、まあそういう意味で俺しかできないことを、まあ、やってみようっていう、そういうことだと思うんですね。で、まあアドロミスクスを交配して、まあどんだけのものになるかって、それはやってみなきゃ分かんないですけど、ただ結構マニアの人がやっぱりいるようで、希少
価値のあるものは結構みんなが追っかけるようですね。まあなんでこのハリオビスマウンテンがいいんだか分かりません。まあそういう場所で取れた個体数が少なくてまだ持ってないからみんなが追っかけるから高いっていうことなんだと思うんですけどね。葉っぱが丸くて可愛いからっていうことだけじゃないんだと思うんですね。丸くて可愛いとかって言うんだったらあっちにこんな感じにありますけどね。こんなのはっていうか、これはそんなに高いもんじゃなかったですけど、まあいろんなタイプが、まあ、交配でできれば、でなおかつその不意になれば面白いなっていうことで、まあ、このアドロミスクスはちょっといたずらしてみようかな、そんなとこですね。